どうもしゅんです、こんにちは。はい、というわけでですね、今回はリアルな就活生の就活相談シリーズということで、大学3年生ですね、部活をやってきた就活生の方に来ていただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、旬ダイヤでおなじみ、就活のスペシャリスト、南さんに今回は答えていただきます。はい、はい、こんにちは。どうも、旬に走られ続ける人生、どうも南です。こんにちは。本日来ていただいた佐藤さんなんですけども、はい、簡単に今の自己紹介を、まあ、数十秒程度でお願いしてもいいですか。佐藤潤と申します。現在立教大学3年生です。大会4つ部に所属しております。よろしくお願いします。ということで南さん、本日は就活相談に乗っていただけたらなというふうに思っております。じゃあ、まあ、今日は面接じゃないんですけど、はい、視聴者にも分かるように、まあ、1分間程度で、はい、まあ、ガクチカと、まあ、今持ってる自分の強み、自己 PR みたいな部分を、まあ、簡単に教えてもらえますか。はい、自分の強みは周囲を冷静に観察して行動できることにあると思っています。自分の生まれた環境によってその能力を得たと思っているんですが、自分は、組織の中でバランスをもたらすことができる人物だと考えています。チームに勢いがあるときは、その勢いから取り残されている人がいないか周囲を観察し行動し声かけをしたり、逆にチームに勢いがないときは一人一人と会話を大切にしてコミュニケーションを取ることによって問題を解決しようと行動できる人間です。自分は現在大会ヨット部の副将として活動しており、12年ぶりの全国大会出場という目標を掲げて活動しております。自分は入部して早々先輩に同期のまとめ役である学年リーダーという役割を指名していただきました。その役割を全うし、現在では関東最大人数かつ全国でもトップクラスの人数を誇る同期、また歴代78年間ある部活の中でトップ3に入る人数の多さを誇る同期の人数がいる中で活動しております。今後もコミュニケーションを大切にし全日本大会へと向かって精進していきたいと考えています。ありがとうございます。ちなみにですね、はい、今の自己 PR 丸×の札を上げていただいてもいいですか。はい、×です。あ、ちなみに自分ではどう思いました。ちょっと長い。なるほど。ちょっといろいろ詰め込みすぎたな。それはそうね、詰め込みすぎある。はい、具体性が乏しい。そうですね、はい、改善点がいろいろありすぎて、はい、ちょっとびっくりしてるんですけど、まず、まあ、3点があります、はい、で1点目がちょっと台本読みっぽい。噛んでもそのまま続けちゃってるのは、はい、伝えたいって思うよりかは覚えたことを喋っちゃいたいっていう気持ちが先行しちゃってるので、だから大事なのは相手に理解してほしい、伝えたいっていうのがまず先に来ること。噛まないこととかよりかはリラックスして言い直せばいいというので、まあ台本はいらないっていう感じですね。1個目は構造としてちょっと頭でっかちだなと思っていて、頭でっかちは何かっていうと、分かりやすい話があって、まず抽象的な話が一言一文であって、そこに具体的に言うと何何何っていう風に、この抽象と具体でセットにすると言うんですけど、まず抽象の部分の前半の部分が頭が重すぎる。それが重すぎるから、どれを覚えればいいんだろうって言って、次に具体の話をされても、じゃあこの具体例がどこの抽象例、さっき言った抽象的なものにどれに紐づいてるのか分かりづらくなっちゃったので、もう混乱、こっちは混乱しちゃった。なんで最初の抽象的な話は、まあ、1分ぐらいでいいかなと。私はこれがこういう人間ですとか、これこういう目標にしてますとかっていうのをまず言ってあげて、具体的には何です何です何ですって言ってあげた方が分かりやすい。で、面接官って1日に20人30人ぐらいでいるので、その状態であれこれ詰め込んでも覚えられないんですね。これ覚えてほしいことはこれで、これを覚えてほしいから具体例をこの2個出そうみたいな風に行動するといいと思います。3点目はもっと数字を使った方がいいと思っていて、はい、人数の話があった、はい、で人数はすごく迫力があったと、はい、78人という数字もすごく迫力があった、はい、で部員の数とか言ったらいいんじゃないかと思ってるんですけど、はい、実際何人なんですか。部員は部員同期は15人、はい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 、例えば4中に合わせると、まあ、5、60人ぐらいの初対になるわけですね、はい、その副将っていうふうに言うと結構重みが増すじゃないですか。そういうふうにもっとちゃんと重みがある数字はもっと言った方がいいなというふうに思いました。はい、はい、ありがとうございます。はい、本日はですね、佐藤さんの方から大会学生ならではの就活の悩みがあるということで本日来ていただいたんですけども、南さんにお答えできたらなというふうに思います。じゃあ、南さんということでね、はい、じゃあ佐藤さん、悩みの方をお願いします。自分の部活動は基本週末活動しているんですけれども、長期休みもずっと部活動をしていて、他の一般の就活生と比べてちょっと出遅れてしまっているなと感じる部分が多いんですけれども、これに関してどう対応していけばいいでしょうか。その悩みは不要です。いらないです。
そもそもなんですけれども、じゃあ就職活動の構造上、はい、福田商事という企業があって、福田商事に枠が100人ありますと、1万この ES が届きましたと、何人だと思います？何分の何ですか？100分の1ですよね。ってことは100分の1の存在になるか100分の99の存在になるのか、どっちが正解ですか？100分の1ですよね。じゃあみんなオープンになっている説明会ワンデーインターンに参加する方ってどっちですか？99。こっちはメジャーなんですね。だからこの99になってないから不安だっていうのっておかしいんですよ。だからもういらないです、この不安が。なるほど。だから自分は100分の1になればいいんだっていうふうに思って、78年間続いていて、まあ、30〜40人くらいの大きな組織においてナンバー2を務めるっていう組織っていう経験の方が100分の1だと思うんですよ。だからもう100分の99になってないから不安だって思うのは、もうすごく日本人っぽいいらない不安です。はい、急に自信がつきました。そう、自信があると。でみんな人間って弱いんですよ、すごい心が弱い、はい、でそんな不安だけど心が弱い人間の中でも、佐藤君は朝早起きして練習をして、で組織の波に揉まれて首相とそれ以外の部員の間に板挟みになり、時には現役と OB にも板挟みになり、他校の人とも交渉したりとか、いろんなこう経験をしてるじゃないですか、はい、それが100分の1なのか100分の99なのか、どっちなのかって感じなんです。どっちですか？1です。そう、だからそっちに出会うことをまず自信を持つべき。だから自信を持ってくださいって話ですね。嬉しいね。だいぶ一気に自信がつきました。回答で3分ぐらいで5分ぐらいで。大会の学生って就活不安な方結構僕も聞いてるんですけど、実際うまくいくものなんですかね？うまくいきます。やっぱ OB の心の絆っていうのは凄まじいので、はい、その OB が社内でやっぱり人事に一言言うわけですよ。誰々が受けるからよろしくみたいな。この人って結構でかくて、例えば人事も不安なんです。何が不安かっていうと、内定を蹴られるリスクとかって結構不安なんです。 A さんと佐藤君がすごくハードのつながりが強いから、内定出たら絶対蹴らないっていうのが分かってるから安心して取れるっていうのは結構強いんですよね。採用担当の立場から見て、大会出身の、学生さんってどういう風に映るんですか？まあ、先輩のつながりがあるからちゃんと本気で聞くじゃないですか。やっぱり一般の学生って要は本当1時間だけあって解散で終わりみたいなケースもあるんですけど、やっぱりそこ以外のつながりもやっぱめちゃくちゃあるじゃないですか。だからより深く理解してくれてるんだろうなっていう風な重みが全然違うっていうので、その重みの部分で有利ですよね。自分は最後の大会が11月にあるんですけど。なるほど、4年の11月、はい、はい。先輩がこの前引退されたばかりで、はい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 、でまだ自分の代として何も大会とか成果を何も出してなくて就活を迎えるんですけども、おそのなんか具体的な大会で何位を取ったとか目標達成したっていうとこ部分が何も言えないんですけども。なるほど。いやでも1年2年3年で大会に取り組んでるわけなので、はい、学年関係なく経験をしてるわけですね、大会という、はい、逆に1、2、3年の経験を踏まえて、今4年ではこれがこういう目標を持って今日々こういうふうに取り組んでいますっていうふうに言ってくれた方がすごく心強いなと思いますけど。実績というか、はい、成果とかってあるんですか？基本ヨットって2人乗りの競技なんですけども、オリンピック種目で1人乗りの競技もあって、そちらの方の学生の大会に出て全国13位でした。何人中とか言った方がいいんですか？20人中なんです、ね、まあじゃあ言わない方がいい。言わない方がいい。あ、でも副賞に選ばれたってことは気配り目配りができるのかなと、部員に対してなんか困っている人とか悩んでそうな人がいたらすぐ声をかけてあげるとか、なんかそういう人と人とのコミュニケーションの部分を話してあげた方がいいかなというふうに、海の上の話は、まあ、技術的な部分の話ね、海の上の話と陸の部分の話、陸の部分は人と人のコミュニケーションの話、はい、その2個を話せればいいなと僕は思ってますけど、うん、やっぱり組織であるとやっぱりね、モチベーションの格差っていうのは必ず起きるんですよね、はい、モチベーション高い人とモチベーション低い人がいて、なんか組織全体が悪い雰囲気になっていくと。じゃあこのモチベーションが低くなっちゃってる人をどうやって引き上げて全体としていい組織にするかっていう話、これは必ず重要ですね。もう一生大事だと思うんで、その話はできたらいいかなというふうに。そういうエピソードありますか？昨年の大会の直前に同期が一人辞めたくなってしまって、同期も他のメンバーもレギュラーだったりする人がいて、まあ、なかなかケアできていなかったので、自分が電話したり話を聞い
て、うまく立ち直らせて最後の大会を迎えることができました。なるほど。そこのエピソードにおいてなぜ人が立ち直れたのかっていう部分をなんか要素を分けて話せたらいいなと思っていて、はい、理由は2個ありますと。1個目の話を聞いてあげること、まず相手のことを理解して受け入れてあげること、それによって相手がモチベーション高くなりますと。で、2個目がビジョンを示すこと、これをこういう目標に向かって人数全員で部員全員でこういうふうに向かっていこうぜっていう、この2点によって人が変わるんだっていうふうに学びましたっていうふうに言えれば、なんか今のエピソードも分かりやすくなるかなというふうに思います。今までの話を聞いてどう思いました？いや、なんか就活をしてないっていうところで周りとの違いで不安に感じていたんですけども、内定をいただけるのはその100分の1の人材ということで、まあ自分のやってることを続ければ逆にみんなと違うことをしてるっていうので自分の強みがあるなっていうことに気づいて、お自信を持って日々生きられると。はい、あ、よかった人を一人幸せにしました。まあ滑り止めなんですけども、そういうところって学歴って価値はないです。めちゃめちゃくだらねえな。学歴フィルターが一番燃えた。それは逃げてるだけですね。逃げです。言い訳ですね。